はい、高瀬でございます。今日もマイクラブやっていきたいと思います。メンツは変わってないですね。あですね、はい、500腹筋できたので、またちょっとずつ600、700と目指していきたいと思います。皆さんこんにちは。本日の試合はアルベジャーロ対ユベントス。この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。それではやってきます。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。どんな感じでゲームはスタートしています。くんのかな。アルベジャーロ対ユベントス、今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。いかんな、それはこういった強豪同士はやはり人気がありますからね。さっきスタジアムの外もものすごい盛り上がりでしたからね。あぶね、ナイスディフェンス。クリア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 、あぶな。いやー、立ちた。パスを防ぎます。縦へのボール。ああ、ロシスキー。ナイス。ロシスキー。ラベッシ。あれが。裏に味方を走らせる。あんまりガンガン当たってこないんだ。エンド。まあね、ダッシュをね、ちょっとしないようにっていうのを。気をつけてるんですけど。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどう。いやー、そこじゃないな。まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいとこですかね。いや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 、ラベッシ裏かな、どっちだ、取れる、オッケー、カットです。いや、それは取んないね。惜しい。ここで丁寧にボールを扱う。まだありますよ。エンドからのパス。ホンダ。さあ、もったいない。両チームともに0-0のスコアです。キャーレス。お、ラッキー。さあ、岡崎。来い。いやー、止める。最初のコーナーキック、キーパー触る。いや、ウアルダー、やばいなこれ。味方を走らせる。さあ、ここでカウンター、囲む人数をかけます。うわ、ナイスなボール出されたな、オラキ。おい、どうだこのシュート。危ねー、危ない。このゴールキックね、苦手なんですよね。よいしょ。スルーパスを出す。岡崎に渡る。ふわっとしたボール。オンダーチャンスだ。上げてくる。来い。来ない。ルーズボール。さあ。お。ラベッシ。やっと三分。来ない。惜しい。ジャストだ。いや、来ない。競り勝つんだけどな。おい。競り勝つけど、決めらんないっていう。いや、オープンなスペースだね。裏かな。やば。チャンス超えた。あぶねえ。岡崎さっき勝てたな。これで勝てるってことか。伊藤、これ入りましたよ。スペースへ出す。オープンなゾーン。岡崎。いい形ですよ。フリーダ。フラグは上がっていません。いやー、一個多かった。コーナーキックへと続きます。一個多かったな。もの。ベルトラッチ、いかん。ダベシ、ボールのどこのパス。いや、いやー、やりちた。抜けてくる。中かな。
切り返して中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールコーチに気持ちが入ってますからね。ロングフィード。OK。ゴールキックです。ストレッチは、オーリエには勝てるでしょう。スルーパスを出す。うらー。オフサイドありません。イヌイ。クロスを上げる。来い。よっしゃー、ホンダー、ナイスシュー。オッケー。ユベントス相手に先にゴールを決めました。クロスから頭で合わせ、決まりました。いいシュートでしたね。オッケー。セラスを突いて、しっかり頭で決めてきましたからね。先制ゴールが決まりました。1対0。点取った後っていうのはゆとりが出てきて、いやなんじゃそれ、良いプレーと繋がってきますからね。2点3点と一気にいくケースもありますよね。裏裏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 裏を走らせる。もう一個裏、もう一個裏来るよ。ここも固い守りでボールを奪います。オッケー。いやオッケーじゃない。ゴールに向かっていくルイス・グスタボ、ここは通しません。拾いたい。サイドを使います。ベルナンロシスキ、いやいや、寄りすぎ。危ない。本田。オッケー。伊藤。おお。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了。はい、1-0で1点リードで後半入ってきます。先制してハーフを迎え。それでは後半やっていきまーす。1-0リードです。わあ、マジか。危ね。ナイス。イヌイ、チアゴシウバ、ウィスグスタボ。して、立て。あ、それじゃ。今空いてなかったよ。ロングでのフィード。これは奪い返します。が。ナイス。そこも取られちゃうか。ベルトラッチ。キムヨンゴ。縦にボールをつないでいきます。ずら。裏へのスルーパス。このボールを。いや勝てないか。子供。ベルナン。寄りすぎてんな。バランス崩してまでやることじゃなかったな。いいですよ。オッケー。いやー勝てないか。なんか勝てない。ベルナン。このセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、ナイス。この後どうご覧になりますか。まずはこの時間で1点の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。オッケー、岡崎。オッケー。よしよし。これで差は2ゴールになりました。いや、寄りすぎ。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃。おいおいおい。ご覧になりますか。いや、チーム全体で非常に攻めれましたね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。うら。ここいないな。2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日。ユベントス。後手後手だったな。ユベントス。さあこのゴールであと1点というところまで来ました。どうしようか。最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつ もう確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。
スルーパスを出す。裏ばっかり狙いすぎだな。前線へ出す。うっそ、取れんかったか。攻めの姿勢です。ウィス・グスタボ。岡崎、さあ右へ預けて。来た。味方を走らせる。ナイス。抜けてくる。こい。オッケー。決まった。追加点。今のはうまくいった。リードを広げました。力強く足を振り抜いてシュートをネットに突き刺されました。これは気持ちのいい一発が決まりましたね。はい、ものすごいボールスピードでしたね。そうですね。なっていてもなかなか決められないでしたね。今のは今日2点目のゴールです。おい、進んでると思いますね。なんじゃそら。なんじゃそら。行くか。行きましょう。2枚替え。スパサブ。ルアルダー、キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。いや、強気で。そうですね。難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそ。なんだそれ。クラスだと僕は思うんですよね。いやー、一旦カウンタクル。オッケー、ナイス。なぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。オッケー。サイドを縦に走らせます。もうストリアでる。いや。オッケー、ナイス。押し込んだ。よし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 。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね。見事に相手のバックスを保護しましたよね。これは普段絶対危ないところにバイタルができましたからね。ミスも良かったですけど、さらにこういうチャンスを正確さがまた素晴らしいですね。ちょっと長い、惜しい。勝利へと導く1点となるのでしょうか。いや、いいゴールですね。精神的なアドバンテージっていうものも非常に大きくなりますからね。赤嶺、裏に味方通るでしょう。インザーギー、オッケー、ナイス。おい、ひどい。ひどいな。うん。裏。いや、中かな。おお、強い。ディバラか。いや、怖い。ひでえ。怪我しそうでやだな。ひどい。ひどいよ、この人。いやー、怪我だけやだな。あ、でもあれか。ベルトラッチ。ベルナン。小娘1個やればいいだけか。抜けちゃうか。緩いボール、ここで受ける。ナイスディフェンス。最後守ろう。見せてほしいとこですよね。守って終わろう。あぶねー。あ、弱いな。あら、あらら、いない。怖いよ、怖いよ、怖いよ、やっぱり来たですから。うわ、あ、おー、大丈夫。ロスキー、いいか、OK、キーパー、ナイス。キムヨンゴ、OK、勝ちました。快勝を収めました。北澤さん、試合の総括をお願いします。
攻撃的で非常に上がりましたね。素晴らしいショートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、かなりちょっと後半荒い展開になりましたけれども、なんとか勝利することができました。少しずつ頑張ってやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。無敵大宮大橋ありがとうございました。